山あいの田園風景を走る列車、一両編成の JR 芸備線です。到着したのは赤い三角屋根の駅。庄原市西条町にある比婆山駅です。今年で開業して88年、駅舎は当時と変わりません。一日の本数は上下線合わせて9本です。駅の向かいに立つ個人商店、比婆山駅と同じ年に開店しました。あ、何時になったなとかって時間が分かったり、あのおばあちゃんたちは病院かなとかなられる時に思ったりとか、まあ、普段の生活の一部なので。共に歩んだ歳月、そして今、芸備線比婆山駅と駅前商店の日常を見つめました。比婆山駅がある庄原市西条町の今西地区、駅を中心に古くからの民家が並びます。標高は350メートル余り。10月下旬の朝には厳しい冷え込みとなります。午前6時58分、広島三次方面下りの始発列車です。いつもの中高生8人を見送り、比婆山駅の一日が始まりました。午前7時、向かいのタモリ商店も営業が始まります。訪れる客の多くは地元の顔なじみです。はい、すいません。はい、行ってらっしゃい。店を一人で切り盛りするのが3代目店長のタモリ渚さん。手伝いから始まり40年です。店では食料品や日用品だけでなく、地元の名産品なども扱います。学生さんなんかお腹が空いたってパン一つ買いに来てくださったり、おばあちゃんたちは缶コーヒー買って列車に乗るというような感じで。こんにちは。テクテクテク、どこまで行けばいいですか？ご覧ください。はい。やってきたのは庄原市内の豆腐屋さん。奥さんとタモリさんは同級生です。保育園か、保育園か、その同級生で、もうちょっと下ったところにお母さんとお家があって、ここに嫁いで行かれて、で、ね、時々お母さんと用事で買い物に行ってくれよ。そうもらえんってみたいな話から。そう、ね、それが、長いよね。週に2回ぐらい曜日を決めたらいいかもしれないって。浜さん、このお豆腐は人気商品なんですか？人気商品です。まりちゃんとこの豆腐はまだ今度かありがたいこと。うまいよのーって、これで湯豆腐でいっぱいやるんが美味しいんじゃんとかって言って。そういいところはありがとうございます。
次に参りますのでありがとうございました。ありがとうございます。タモリ商店は今この地域に残る唯一のお店です。開店したのは1935年。かつては食堂もあり、地域住民や駅員でにぎわったといいます。当時を知るのがタモリさんの母照子さん92歳です。芝山駅はまだ2交代で4人交代でね、駅員さんがおられたし、食事食べに来たり遊びに行ったりね、子供も時間外にはプラットホームで遊んだりしようとして、成長は駅舎とともに刻まれています。節目の記念撮影、三姉妹にとって芝山駅はお気に入りの撮影スポットでした。忘れられない思い出もあります。姉が旅立つ時、京都に行ったんですけど、その時とか中の姉もここから乗って行ったと思います。それこそ近所の方たちが見送りに行って出てくださって、なんかね、涙ながらに手を振ったような思い出がありますね。タモリ商店と同じ1935年に開業した芝山駅、当初はビンゴ熊野駅という名前でした。その後、近くの芝山に観光客を呼び込もうと今の駅名に変更。地域交通の拠点としての役割も果たしてきました。芸備線は広島駅から岡山県の備中神代駅までのおよそ160キロを結びます。沿線の人口減少や道路主体のまちづくりが進められてきたため、利用者は減っていきました。タモリ商店には駅員がいなくなった今でも続く駅との結びつきがあります。芝山駅が無人化した時にこういう、スタンプを預かりまして、駅を訪れた証として利用者が押していたスタンプです。今も芝山駅を使う人が押すことができます。一時期は切符も取り扱っていました。駅に看板があって、タモリ商店に買いに行ってくださいみたいなこと書いてありましたね。広島から芸備線の落合駅までの切符を預かって、日付を打って行ってました。利用者の低迷は続いています。去年公表された赤字路線、収支が最も悪いのが東条ビンゴ落合館ということが明らかになりました。100円の収入を得るために2万3000円以上の費用がかかっています。芝山駅があるビンゴ落合ビンゴ小原館もワースト3位の赤字区間です。車ばっかしで現金たまにはこれ乗って買い物に行った方がいいかなとは思うのは思うんだけどなかなかしっかり買うてこないかんので、結局はやっぱり車で買い物行くようになる。取材中、近くに住む男性が昔の映像を見せてくれました。8ミリを取ってあったやつを何とか見れるようにしてくれということで、でそれをもう安くせなきゃいけないから壁に映して、でそれをカメラで
ビデオで撮ったやつをなんですよ。住民が記録した町の様子です。2両編成の列車が走っていました。タモリ商店の前に集まる子どもたち、そしてしめ縄作り。このお祭りは駅舎の中で行われていたそうです。無人駅になってから駅舎の鍵はタモリ商店が管理してきました。これが会館ですか。はい、会館なんです。 どういった場所ですか。ですね、ここの今西地区と下今西地区とそこの住宅の方たちが何か会議をするときにここを使ってということで。はい、どうぞ。かつて駅員が使っていたスペースは地域住民が集まる場になっています。もう本当に人がたくさんいて、みんなで利用したり、みんなで、っていう感じだったけど、今はもうちょっと寂しいんですが、地域の方はその頃のまんまのように集まるときはここに集まっていうところは変わってないかなと思いますけど。開業当時から変わらぬ駅舎、駅の掃除は地域の人たちが交代で定期的に行っています。ここの会館をね、やっぱりきれいにしておきたいということと、やっぱり駅ですからね、いろんなお客さんもいいよね、これだけ。それは地域の拠点になりますからね、やっぱりきれいにつかないといけないでしょうね。自分たちの手で駅舎を守る。駅舎と共に暮らす地域住民の日常です。日が沈んだ午後6時過ぎ、一人の男性が店を訪ねました。千葉県から訪れた目的はスタンプです。2泊3日で中国地方の鉄道を回るといいます。昔のかなり古いスタンプでここに置いてあるっていうので、もうなんかそういう情報を聞いて、はい、山の時とかいいなって思って、なんかそれが魅力的だと思って結構旅してます。ちこちこ用意して。あ、そうですね、結構、はい、思ったよりカラフルで、寒暖差が激しいので。そうです、結構こっちも寒いです。夜結構。朝晩さんも本当に暖かくしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけて。男性はこの後最終列車で三好方面を目指します。午後7時32分、その列車を見送り、タモリ商店の一日が終わりました。庄原市の庄原実業高校です。全校生徒は270人余り、5人に1人が芸備線で通学しています。サッカー部の2年生松上圭介くんも芸備線で通う一人です。こちらです。気をつけて。よいしょ。はい、じゃあこの後早くね。部活動は
午後5時過ぎに終わります。芸備線の本数が減り、最終の列車が早まったためです。8時の汽車があるときはもう少し6時ぐらいまで練習してました。まあ最後まで出たいは出たいです。最終列車が出発する30分前には学校を後にします。利用低迷で減便となった芸備線、一方で JR 側は赤字路線をすぐに廃止することは考えていないとし、沿線自治体と利用促進で連携することで一致しています。午後6時32分、上りの最終列車が比婆山駅に到着しました。松上くん、そして違う学校に通うお姉さんも最終列車で戻ってきました。仕事終わりのお父さんが迎えます。朝は少し大変ですけど電車の中では大丈夫です。友達と話して登校してます。違う学校じゃなくて、はい、圭介くんってこの芸備線ってどういう存在というか、まあ、毎日欠かさず使ってるものだから、なんか必要不可欠というか、絶対に自分の中では必要な場所だなと思います。シーズン最初の大雪が降った12月中旬、比婆山駅の屋根にもしっかり雪が積もりました。始発列車が到着する前、田森さんの姿がありました。今運動靴で行かれるので、歩きやすいようです。大雪の時は一日中雪かきに追われることもあるといいます。年末、この地域の恒例行事があります。この日、田森さんら6人の地域住民が駅舎に集まりました。はい、じゃあ頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お酒で清めて取り掛かったのはしめ縄作りです。地域の神社に奉納するため、毎年この時期に駅舎で行います。フィルムに残っていたしめ縄作りも、場所はこの駅舎でした。だんだん大きくならなきゃ、まだちょっとだけ、ちょうどあの中心のところ、拝むところ締め縄を固定する場所があり、作業しやすいためここで始まったとされます。参加者は減りましたが、今も受け継がれています。ここへ移ってだいぶもう長いことずっとここでやってますからね。昔は各家でやってましたけどね。人数も少なくなってちょっと寂しいんですけど、まあ、こうやって地域のみんなで昔ながらのことをね、やっぱりしていくことは大切なことだと思うんですよね。作業中、三好方面から列車が入ってきました。アープでした。白に映えるね、赤いね。
1時間半ほどでしめ縄が完成。比婆山駅とともに新年の訪れを待ちます。2023年新しい年が始まりました。地域の神社には駅舎で作ったしめ縄が飾られました。びっくり。朝のルーティンですか？なんかルーティンじゃないけど、綺麗な時にと1月4日がタモリ商店今年の仕事始めです。ちょっと今日は失敗しまして、パンの注文を食パンだけ注文して皆さんが求めておられる菓子パンがすっかり注文するのを忘れてしまいました。新年最初は顔なじみのお客でした。この日は雪の影響もあり、訪れる人はまばらです。穏やかな新年の始まりです。向かいの比婆山駅、芸備線は乗務員の新型コロナ感染拡大で元日から5日まで本数を減らしての運行。普段以上に静かな年明けです。小さな駅と駅前の個人商店、寄り添う日常がいつまでも続いてほしい新年の願いです。一緒に生きてきたって言ったら変ですけど、駅があってこそのタモリ商店だと思うし、生活の一部というかこのままずっと続けてあってほしいと願ってます。お店の方は本当にもう細々とするしかないので、皆さん の手助けになれれば、そういう少しずつでもね、やっていければなと思ってます。開業から88年、芸備線比婆山駅はそこを行き交い集う人たちを見守ってきました。雪深い山あいの地域、タモリさんが見つめる駅前商店と小さな駅の厳しい冬はもうしばらく続きます。